ブラブリッツ秋田松本拓也です。ブラブリッツ秋田がおすすめするルヴァンレシピはポテサラいぶりがっこのせです。それでは早速試食してみたいと思います。いぶりがっこの癖が強い。すごくよりこうポテサラがまろやかに感じられるっていうか、あのルヴァンの塩加減とマッチしてとても美味しいです。このレシピの作り方はですね、まあポテサラの上にいぶりがっこ乗せるだけなんですけど、まあちょっとポテサラ作りすぎちゃったなーって日に、あのこう前菜的な感じで出してもいいかなと思いますしね、あのおやつにもなると思います。ぜひ皆さん真似して作ってみてください。